カルロス三世は、ナバラ王国の国王及び、エブルー博、在位。1387年から1404年、後に、ヌムール皇。皇嗣王と呼ばれる。カルロス二世とその王妃だったフランス王じゃ2世の王女、ジャンヌの子。モルタン博、ピエール、ブルターニュ皇ジャン四世妃、イングランド王ヘンリー四世妃、ジャンヌの二位。1387年。 不応カルロス2世の死去によって、大い、白衣についた。カルロス3世は、父の知性に失われた国威の回復と領内の基盤整備に努めた。外交では対立関係にあったフランス・カスティーリャとの改善に努力し、カスティーリャとは王女エレオノールとの結婚で手を結び、フランスとは1404年に、フランス王家との緊張の原因になっていた。 ノルマンディ地方のエブル・アブランシュをヌムール公領と交換、シェルブール・シャンパーニュの権利を年金と交換して、関係を改善した。フランスの内乱ではブルゴーニュ派と組み、1409年3月にシャルトルで行われたブルゴーニュ公じ一世とオルレアン公、シャルルの和解式に出席、11月にムコア公と同盟を結んだが、内乱とは関わっていない。芸術を愛好していた、 カルロス三世はフランスから画家、建築家を招き、首都パンプローナと郊外の折手にゴシック様式の建造物を作った。パンプローナには大聖堂を改築、折手には既存の折手王宮に1401年から大改修を行い、1420年に完成した時は複数の塔と庭園を備えた王家憩いの場として作り変えられた。また、 パンプローナの自治体の紛争に介入し、1423年に3つの自治体を統合、パンプローナは1つの行政機関にまとまることになった。他には、複雑なナバラの法律を修正し1418年に発布したり、支持層の貴族へ特権を与えたりして、貴族寄りの政策をとっている。晩年は、後継者選びに苦労し、息子が溶接したため長女ブランカを、 後継者に定め、結婚相手に、アラゴン王子フアンを選んだ。二人は1419年に結婚、間に生まれた孫カルロスに、ビアナ行為を与えて、夫妻の多い継承者に決める一方、フアンには結婚の条件として家臣は、ナバラ人のみ、勝手にナバラの土地を配分することを禁じている。1425年、64歳で死去。ブランカ一世、ファン夫妻が、 ナバラ王位を継いだ。しかし、1441年に、ブランカ一世が死去すると、遺言で、ビアナ公カルロスを、ナバラ王位継承者に指名したが、不安はこれに反対して、カルロスに王位を与えず、自らが単独でナバラを統治することを決めたため、反発したカルロスが反乱を起こし、不死の深刻な対立で、ナバーラ内戦が勃発した。 1375年に、カスティーリオ・をエンリケ2世の娘エレオノールと結婚し、六女と二男を設けたが、男子はいずれも養成した。AB イエロ P88、バード P122、アサジ P258P259、清水 P85P86、バード P122P124、イエロ P90P91、 バード P124P128、イエロ P88P89。ありがとうございます。